ははい皆さんこんこにちは村長です今日は音楽の話題ではなくてですね僕のもう一つのカテゴリーデザインのことについてお話をしたいと思いますアドビ b ファイ r ーフライというのはご存知でしょうか今現在はベータバージョンで無料で使えます URL はまた貼っておきますが f i r e f l y a d o b e c o m ここに行くとですね今画面のようになりますが 2023年7月13日にですね劇的なアップデートがされました昨日がアップしたというよりも日本語のののになったわけでですすとというのはユーザーーーザインターフェースのことですねもちろん今までもページを日本語にしたら日本語が見えたじゃないかでもそうやるとですね一部分で不具合があったりしたんですが今回は 完全日本語対応になりましたので、プロンプトも日本語でできるようになったわけです。本当に拍手もんです。なぜなら、アドビのこのファイヤーフライはですね、著作権が完全にクリアになっていまして、他の AI で今、いろんなところの著作権問題、どこかのサイトから拾い集めてきた絵とかいうのもありましてですね、 そこで一部トラブルが発生したりもしていっていますが Adobe の Firefly は Adobe のコンテンツの中からの画像などをうまく合わせて AI で作成しているということになっていて著作権の問題がありませんこれは実際使っていくにあたってとても重要なことなんですが一つまだ欠点があります。無料とといいうこともあるせいか画像の 左下隅そんなところにちょっと adobe のロゴが付いたりします。そこはご辛抱して使っていただくということが必要になろうかと思います。じゃあ話もここまでにしてですね。実際やっていきたいと思うんです。けれども、例えばこの中でも生成塗りつぶしというのがありますよね。これなんかがいろんな機能の中で。 一番使い勝手があるというかそういう部分だと思うんですけれどもまずこれから説明しますここで生成というのをしますからもう全て日本語になっていますでもこれは Google Chrome 的に言えば英語モードですそれでもちゃんと日本語対応になっています生成を押しますここに自分の画像をアップロードすればいいんですけれども 下にあるサンプルなんかででも試してみることはできますでは僕はちょっと女性の画像それをアップしますこんな風になりましたそこでどんなことができるかというと今回スマホのところに図柄を入れたいと思いますちょっとやってみましょう今このようにブラシが大きすぎますですからブラシのサイズを小さくしましょう ここでサイズを設定できます。はい、このぐらいならいいでしょう。ここでこのように塗っていきます。アバウトで大丈夫です。もう少し細くして細かいところを塗りましょう。 はい、このように自分がこれから何かをしたいところをブラシでなぞればいいわけですそしてここにプロンプトを打ちましょうハイビスカスの花の模様このように打ちますはいこんなふうになりましたこれとこれとまあこっちの方がいい感じですね こここののようにデザイン一一部分をを塗りりつぶししたりすす。す。ることがでできままれで一旦保持をします例えば今度は「背景」というのを押しますそうすると背景をこのようにうまく取ってくれますそうしましてここにその背景に何を埋めたいかというのを入れればいいわけです例えば「砂浜と犬」というふうに打ってみましょうそして「 飛行機飛行機が飛んでいるこのようにしましたここで生成をしますこんなふうになりましたがちょっと他も見てみましょうこれが自然ですが飛行機がちょっとおもちゃのように小さいですね さらに生成というのでやってみましょう。はい、またいろいろ見てみます。これが一番いいでしょうか。このようにしまして背景を変えたりということができるようになっています。この画像をスクリーンショットを撮るもよし、ダウンロードをするもよしです。 ダウンロードは右の端からもできるようになっています。でもダウンロードをした時点で Adobe のロゴが入るようになっています。今度はテキスト2イメージいわゆるテキストから画像を生成という機能を使ってみましょう。ここでプロンプトを打ちます。ライブハウスのステージにギター、ドラム、ベースのプレイヤーがいる。このように打ってみます。 こんな風になりました。本当は3人欲しかったんですけれども、ちょっと入れ替えてみましょう。3人という風に打ってみましょう。ギターとベースはありますが、ちょっと生成の品質が良くない部分もありますね。アートに変えてみましょう。 ちょっと正方形というのから変更してみます。ワイドスクリーン16対9にしてみましょう。横幅が出てきたら、良さげなものが出てきました。例えばこれです。このように日本語が通るようになったので、やはり英語でというと、 変換をすればいいという風になるわけです。けれども、少し面倒ですよね。日本語が使えるととっても便利だと思います。皆さんもぜひ Adobe firefly 試してみてください。今は無料です。村長スタジオでした。